はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神受精編です。今日でログインが1262日目ですね。はい、現在2022年11月30日の15時1分なんですけども、今回ですね、エージェントエースですね、あと23時間と58分、まあ丸1日残ってるんですけども、一応累計全部終わりました。はい、こちらですね。はい、合計オーダーポイントも終わりましたし、累計チケット獲得枚数も、現在1106枚ということで、全部ね累計終わりましたんで、今回このSランクスパークプレイヤー契約書、第1弾これ開封したいなと思います。はい、まあ今回エージェントエース、自然回復のみで、やりましてね。でまあ一応1日前には全部累計取りましたんでね、15エナジー最後の15エナジーも取りましたんで、まあよかったかなと思います。ここからもね、もちろん自然回復で、まあ、ランダムボックス何回かねいけるかなという感じです。はい、それでは、まあ契約書開封するんですけども、このアカウントね阪神純正だけでやってますんで、欲しいのはこのスパークの、近本選手ですね。はい、センターが、守備がセンター A、弾道中弾道ミート81パワー69走力84ということで、まあシリーズ2ねまだ実装されてませんので、まあもしねこの段階で取れたらね非常に嬉しいんでね、ぜひ、来てほしいなと思ってます。一応シリーズ1はね持ってるんですけども、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、それでは契約書開封するんですけども、ゴールド契約書ね5枚も開封したいなと思います。それでは、まずゴールド契約書からいきますね。1枚2枚3枚4枚で、5枚ですね。はい、まあできればねSランク来てほしいなと思ってます。お願いします。Sランク来い。んおっす、Aランク以上いいですねいいですよ。Sランク来い、Sランク来い、割れる、あー割れへんか。でもまあ A ランクはね来ますね。はい、阪神来い、起きた、ブセネツ選手、楽天ですね。はい、もう一枚来い、もう一枚、最後、うん、はい、阪神はまあ来ませんでしたけど、まあ一応ねゴールド契約書5枚で A ランク1枚来たんで、まあ良かったです。はい、はい、それではですね、スパークのエージェントエースの累計ですね、あこれですね。はい、Sランクスパークプレイヤー契約書第1弾エージェントエース累計、欲しいのは近本選手だけです。いきます、お願いします。近本選手来てくれ。さあもう久しくねこんな累計とかでね阪神の選手来てないんで、もうそろそろぜひ来てほしいです。近本選手来い。うーん、岡本選手、巨人ですね。はい、岡本選手来ましたね。またこれね強いの来ましたね。はい、うーん、あーまあ近本選手小津ということで残念ですね。はい、まあまあしゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じですね。ちょっとねスパークの累計とエージェントエースの累計ね、近本選手は来てくれませんでしたけど、まあゴールド契約書5枚でねエランク1枚来たんでまあ良かったかなと思いますね。はい、まあエージェントエースまだあと1日ありますんでね、ちょっとまあもちろんエナジー使わずにやっていきたいなと思ってます。ちょっと残念でしたね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。